はいどうも、今日も元気に桃鉄やっていきましょう。チャンプルです。 Hi everyone, let's play 桃鉄。 Today I'm チャンプルということでね、やっていきましょう。はい、桃太郎伝説16の中にある貧乏神が偉大モードをプレイします。目的地に入ったとしても貧乏神がね、つかないっていうモードですね。なのでめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、なのでめちゃくちゃ平和なんですよね。急行、いやー急行してみましょう。精霊、いやー初手からですね、絶好調とかリニアとかを引くね、すごい神引きしたんですよね。なんか体感的に、なんかカードの引き運もいいなって思ってるんですよ、このモード。お払いいいね、普通にありがたい。おーすごい、やっぱなんかいいよね、引き運飛び収入カードとかさ、なかなか出ないカードだと思うのに。ということで、お、いいですね。あげたいはね、収益率もゆえに、トピックスまで出てくるっていうね。はい。ということでね、馬鬼くんがサイコロの圏内入ったんでね、入りました。沖縄は、いいですね。北から南まで順当に進めて行っております。はい、こんな感じでね、目的地に着いたとしても、こういう風にね、なんか貧乏神系のやつがスルーされるんですよね。あ、シーサーも出ない、ということは怪獣も出ないのか、これじゃあ生ハーゲンも出ないのか、ワンチャン。やべ、次で疲れるな。てか普通にいいな。待って待って。オッケーオッケーオッケー。青止まろう。青止まろう。青に止まるとですね、結構もらえるんですね。プラス。ほら。いいね。多分次で絶好調切れると思うんで、とりあえず近くに見ておこうって感じです。まあ、貧乏が見てないんですけど。なんか持ってたっけな、お顔に。いただきます買ってやるからさ、ぴったり重なってやるのもいいかもしれないですけど。はい。銀河鉄道でゴール。はい、宮崎ですね。俺の行ったところでもあります。やっぱね、日本全国、全部マリだよね。いつか。今年はね、福岡と佐賀と大分と宮崎か、回ってるんですけど、いつかね、長崎、熊本、鹿児島も行きたいって思ってます。まあ、鹿児島はね、47都道府県目に行きたい。枕崎駅に行ってゴールってやりたいんだよね。そういう風に考えてます。なので、熊本行って、そっから船乗って長崎行って、佐世保行ってってやりたいんですよね。はい。で、長崎はね、トルコライスとか、あと、ちゃんぽんとか食べたいし、カステラも食べたいし、あと、なんだ、浜町アーケードっていう、アーケードの中に国道がある、アーケード国道とかも行きたいし、佐世保はね、貧乏神の像があるんですよね、佐世保って。だからそれを見るのと、佐世保バーガー食ったりとか、あとは、なんだっけ、ハウステンボスだっけ、そこ行きたいんだよね。はい。
ってな感じで。ですね。やっぱり予想通り、絶好調切れました。那須まで、結構遠いんですよね。こっから行ってもありだな。とりあえず、どうしようかな。海から行くのもあれだけど。せっかく、こっち打ちながら行こうか。赤かよ、しかもよりによって。おお、絶好調。やっぱカード運がいいですよね。はい、ということで、待てよ、絶好調でさ、絶好調なられて、うんちコマンドでリニアがうんちカードになったら嫌だから、取るかこいつの。いけいリニア。お、ちょっともういいですね。いただきます。はい、いただきます。うてか、のぞみ周遊回ってたんだけど、やっぱカード違うよね。いつもの、ちょっと、ブッシュじゃん。カードが似てる。あららららららら。かわいそうに。ということで、2年連続、絶好調になります。いやー、やっぱリニアカードはね、最強ですからね。はい、ということで、ピカカカ、まず。はい、まず独占ですね。で、ここら辺うろうろしながら、へっちゃらカードもあるんでね。まあ、それでピキって、ちょっと表つくって感じでいきましょうか。あららららら、かわいそうに。さあ、ぶっ飛び周遊。さあ、風神みたいなことをしてますね。バイバイ。ということで、今から、10になるので、サイコロ振っていきまーす。どうしたかなー。ここ2億円で独占できるんですか。OK。いいね。さあ、これで、お金結構使ったんで、資金確保のために、またつきたいですけど。おー、特急 CM いいなぁ。さっきから何してんだった。中国四国から抜けられない奴がおるで。あ、11だ、来い。惜しい。あー、どうしようかなー。俺を思った。ナイスカードでいただきますって。急行か。じゃじゃね。あ、普通にいいな。てかさ、俺の止まった位置結構悪いんですよね。こうやっと飛んだね。あ、当たらなかったしかも。はい。スペシャルカードとかあればいいんですけどね。ここはね、結構回りにくいからさ、ここにいると、ちょっとね、なんていうの、ここら辺に止まれないっていうデメリットがあるんで、俺の止まったところはちょっと悪いんですけど、ワンチャン、いただきますカードが出るかもしれないということで、止まりました。まあ、ここら辺に止まるか。キズループだし。急行。あべえ。さあ、奇数ループのところに止まっているんで、次こそ行けるでしょう。行けるか、ちょっともう圏内には入ると思う。バイバーイ。かわいそう。近畿までしか飛べなかったっていう。8か。
穴。じゃあここですね。切っていきます。あぶね。オッケーイ。星根が欲しい普通に。はい、ということでね、3月入りました。はい、こんな感じでへっちゃらカードと駆使していきます。ちょっともうで打ち込みます。オッケーイ。まあでも馬鬼くんあれですね、貧乏神がいないんで特に何もデメリットはないですけど、よかったね。はい、ということで壁を確保したんで、おお、これは絶対取りたいところ、御所川原。まあ、とりあえずこれだけね。ちょっと御所川原ね、独占したいからさ、一旦あれで止めておきます。うわ、また石膏ちょっと出してきた。うまいなぁ、特急。やっぱカード運がいいですね。このゾンビ、ゾンビじゃない、貧乏神が偉大モード。はい、ということで、おお、結構出てますね。やっぱ北方の独占とか効いてるな。はい、てなわけで2年目こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。Thank you for watching.